さあ、今日はこの夜の配信では何の話をしていきますか？何の話を、ミュージックデーの話。そうですね、今日はすごい久しぶりに AKB が大勢集まってテレビに出てっていうのがあって、私もちょっとだけ見たんですけど、すごいなーって思って、なんかちょっと懐かしさを感じました。本当に最近もうここ数年そういうことなかったじゃないですか。なんか私が思い出すのだとあれだな、私が一回あれテレ東音楽祭でしたっけに出た時も、出演させていただいた時、多分テレ東音楽祭だったと思うんですけど、その時にさ、豪華客船みたいなところでまあまあな人数集まってやってたんですけど、出演させていただいたんですけど、そこでなんかそれ以来ぐらいじゃない、マジで本当にめっちゃ久しぶりだなって思って。なんかここ数年やっぱ見かけなかった気がするなって思って、なんか懐かしさを感じました。すごくよくやっぱ「紅白歌合戦」とかでめっちゃ大勢出ますみたいな年もあったじゃないですか。そうだから、でもやっぱこうして見ると本当に人数多いなって思いましたね。そう、まあでもそりゃチームを4つ作れるから、まあチーム4つ作れるし、それプラス17期と18期の子たちもいるし、そりゃ多いかって思って。 そう、「M ステ」もあったけど、それはテレ東音楽祭よりも前だった気がする、確か。そう、私がさい、あの記憶にあるのはテレ東音楽祭が最後だよっていう話です。それで違ったらマジでごめんね。はい、でも1回あった気がする、その私が高3の時にテレ東音楽祭で合ってるよね、ちょっと不安になってきた。あの時は私もう高校卒業してるから、本当にね、なんかそう懐かしさを感じました。はい、それが私の感想でございます。でもやっぱあれでね、もう推しが出たっていう方とかはもうめっちゃ必死で探しただろうな。私もめっちゃ必死で探したもん。あ、いた、あのメンバーいたみたいなのとかめっちゃやっちゃう。やっちゃうよね。
あ、バキってた。そんな感じかな。ちょっとね、内容が薄すぎてあまりにも申し訳ないんですけど、でも本当ね、素敵だなって思いました。何の話しよう、こっから。あ、そうだ、一応ね、ファンの方からよろしくお願いしますって言われたんで。そう、結構決済の申し込みのことって私全然把握できてないからありがたい。そう、あのお話し会申し込みしてくださった方、あの決済が今日までなので、ぜひお忘れなく。はい、結構決済忘れて、なんかもう二度とお話し会参加できませんみたいなことも、もう恐ろしいことにあるらしいので、本当に気をつけてください。コンビニ決済が今日の21時59分までか。ありがとうございます。本当に知らないんですよ、決済に関しては。そう、締め切りとかをみんなメンバー調べたら分かるのかな。メンバーはね、でも知らないんですよ。私は知らない。今日土曜日か。マジで土曜日って感じしないな。そうだ、今日ツイッターにもね、あの載ってたんだけど、まあお昼でもねちょっと話したんですけど、そう、お話し会じゃなくてお昼にも配信でちょっと話したんだけど、あの以前にその目黒不動尊にあのご祈祷を受けに行ってきて、で私今年初詣してなかったんですよ。っていうか毎年大体初詣してないんですけど、そう今年そういえばしてなかったなって思って、まあご祈祷を受けてから、まあ、仏様だったりに挨拶してから、一応今年の挨拶も兼ねて、今年もどうぞよろしくお願いしますと。はい、まあお願い事あんま言っちゃダメだろうから言わないけど、そういろいろ神様にこうお祈りしてきました。
そう、毎年行かないんですよ初詣。なんでかは知らんけど、三が日にね、昔は行ってたんだけど、中学生ぐらいになってから行かなくなったんだよね。さ、三が日に初詣、だいたいもう椿祭りっていうね、もう1月末か2月の頭にお開催されてる椿神社のお祭りがあるんですけど、だいたいそこでもう初詣って言えないと思うけど、もう本当遅い初詣をやってる。そう、まあそのなんでご祈祷受けに行ったかっていうと、その7月16日に朗読劇舞台長久保隆和の極めて怖い話に出演させていただくので、まあ、やっぱ怖い話を取り扱うので、やっぱりねちょっとそういうのはちゃんとやっておいた方がいいっていうこともありまして、まあ、無事に成功しますようにっていう気持ちも込めてね行ったんですけど、まだまだチケット申し込み可能なので、気になる方はぜひ浅草歌劇場で行われます。1部2部3部ってあるんで、よかったら来てください。おみくじも引きました。なんか一応親が椿祭りだったかな、椿さん行った時に私の分、だいたい毎年そうなんですよ、じゃあこれは私の分みたいな、これは誰々の分として引くからみたいなことをよくやるんですよ毎年で、まあ今年初自分一人で自分自身でおみくじを引いて、そう、皆さんっておみくじは結んで帰る、私は絶対に持って帰る。そう、そういえばだいぶ前に買ったお守りも返納しなきゃだよね。返納だっけ、深大寺に行った時にお守りを買ったんですよ。それが去年、一昨年の11月かな、確か、いや去年だったかな、いや一昨年だったわ、一昨年ですね。もう返した方がいいですよね、できれば。でまんまね、神社に行って返したことないんだよね、ちゃんと。でも大体1年って言いません？なんか椿さんの時もお守りは1年でまた返納してくださいみたいな風に言ってたんだけど、どうなんだろうね。いつもレッスンバッグのリュックに入れてます。内ポケットみたいなのあるじゃん、そこに入れてる。なんかおみくじは神社に返納したしてもいいみたいに言うね、なんかお守りと一緒に。でも私もそうだね、まあ1年経ったら返納しようかな。とりあえず私はいつもお財布に入れてます。お財布に入れて持ち歩いてるおみくじは。そう、ちなみにその今年お父さんが引いたんですけど、みくじはそれ引いてくれたやつはめっちゃ結果良かったんだよね。でも私も今回引いたものは割と結果は良くて、あ、じゃあこれからも頑張ろうって思えるような内容でした。いや、お守り捨てたことないですようん、そういうことね。さすがにそれはないよ、お守り捨てたことないね。
でもそういえば私が小学校1年生の頃にもらったさ、交通安全のお守りどっか行っちゃったんだよな、カエルが。そうか、あの無事に帰るみたいな感じで、あのカエルのマスコットみたいなのが、ちょっとこんぐらいのちっちゃいマスコットが入ってるお守りをもらったんだけど、そのカエルのマスコットを田んぼに落として、もう一生見つからなかったね。でもその入れ物みたいなのは捨ててないはず。私が自分で捨てるってことはしないからな。そう、カエルが帰っちゃったねあれみたいなそう、あのカエルは今どこにいるんだろうか。そうね、お守りずっと持っちゃってるや。金閣寺だったかなって買ったお守りもまだあるし、あれ金閣寺だっけ、忘れたな。でもあの、うわ、どこだったっけあれ、名前が、お前ちょっと待って、どこだったっけなあれ。ここだったかな。どこだったっけ。なんかそう、お父さんが東京に行った時に、その小惑星探査機のはやぶさの、これかな、神殿稲荷神社だったかな、になんか行って、その小惑星探査機はやぶさのスタッフのチームの方がそのお参りに行った時に、とこの神社のあのエマかなんか、あれはとか買ってきてくれて、それも捨ててないからね。そう、そう、ちょうどそれ小学生の時だったんですけど、私小学生の頃に小惑星探査機はやぶさにめちゃめちゃハマって、そうそう、めっちゃ好きだったんだよ。でもまあ、お守りは捨てようと思ったことはないね。残しております。ちょっとでも名前忘れちゃったから、後でお父さんにまた聞こう。どこだったかな。でもそう、やっぱさ、金閣寺とかそういうあの他県にある神社ってもなかなか行かないから、もうお守りを返せないよね。マジで、そう、返せないよね。
だからもうずっと持っちゃってるよね。だから私はもういろんな、まあ私もさ、その小学生の頃からずっといろんなカバンを使ってきてるから、もういろんなカバンにもうねスッと入ってんのよ、お守りが。もしくはあのクローゼットにしまってるか。そう、何の話してたんだっけ。あ、でもそうだから、この前はそのご祈祷を受けに行って、はい、行きましたあと神社で言うとあれだな、あのあれ神社だっけ、あれは神社じゃないか、あれ、あの奈良でさ鹿のおみくじあるじゃないですか、あの鹿がおみくじの結果加えてるの、あれもやりました。あれも未だにあります。紙は分からんけど鹿の置物はある、あの木の置物こうやってあーって加えてるんだけど、そうそう、それもめっちゃ可愛いんだよね。でもそう思うと沖縄の神社って全然行ったことないな。まあそもそも他県の神社に行くことはなかった、愛媛県以外の神社にね。そうないね。なピース、はい、まあそうですね、ちょっと話のオチをちゃんとできなかったから、もうなんかふにゃっとしたまま終わっちゃった全国の48グループ劇場の遠征ついでに御朱印集めてます。いいね。私はなんか御朱印帳みたいなの持ってるけど全然集めたことないですね。そう、なんか2冊ぐらい持ってる、でも全然使わない。またな、深大寺行きたいな。お疲れ様です、ありがとうございます。
ちょっと喋ることなくなっちゃったって思ってめっちゃ呆然としちゃった。ちょっとまたごめん、目薬入れるね。ちょっと今日はドライアイがひどくて、よし、やばい、こっから何の話しよう。ちょっと話の話題が尽きてしまってびっくりだわ。ああごめんね、ちょっと足で机のあれ蹴っちゃ当たっちゃったからさ。よいしょ。かゆい。そういえばね、なんかまた新しいとこ蚊に噛まれてて、そう今度は太ももだったんですけど、めっちゃ足って思ってまだ足にしか噛まれないね。いや、わかんないんだよね、それが。いつ噛まれたのか。なんか私蚊がさ、人のいやダメだ、なんか国語の教科書でなんかそういうの読んだんだけど、なんだっけ、ちょっとあんま不確かな情報だから言わないでおくわ。ちょっと不安になっちゃった。でもズボンちゃんと履いてても噛まれるもんなんですかね。あ、なんかは全然履いてない時もあるとかじゃねえな、なんか履いてない時もあるみたいな言い方しちゃったけど、あのズボンでか肌が隠れてるとこだけど、まあでも昨日短パンになった時あったからその時なのかもね、わかんないけど。あーでも昨日 T シャツ短パンで外出たことあったから、もしかしてその時かもしれないな。
ああ噛まれるんじゃ。うわあ、そっか。ちゃんと虫除けスプレーとかもね、ちゃんとしなきゃだね、もし外長時間歩くときは。私前キティちゃんパッケージの虫除けスプレーは持ってたんだけどね、もう今ないからさ。またこの前キティちゃんパッケージの見つけた気がしたからそれ買いたいな。さあ、まああともうちょっとで配信終わってしまうんですけど、最後に何の話しようか、どんな話聞きたいですか皆さんみんなに振るっていうね、毎度のことですけども、なんかあるかな。本当に今日が土曜日って感じ全くしないんだけど、曜日感覚がもう、ね、ごっちゃごちゃよ。もう本当に土曜日って感じしない。本当に今日が金曜日にならない、金曜日な気がしてならない。生写真が今日から発売。あ、そうだわ、AKB48 のオフィシャルショップの方で、あのひび割れた鏡の衣装の生写真が今日から発売です。あのちょっとその時の自撮りがないのは本当にすみません。もう来たことあるからよっしゃーと思ってね、多分撮らなかった気がする。そう、でもぜひ気になる方はチェックしてみてください。来週のお話し会の衣装決まってないです、ピンチです、イエーイノリで話すもんじゃねえな。やっぱりちょっと服を見たけど、ああいいのないなと思ってね、帰っちゃいました、はい、だって新しい服が全然ないんだもんそんなこと言われてもって話ですよね。でもただそう、もう上の服が本当にないんですよ。そうマジでなさすぎてピンチです、正直なところ。もうそう本当にもう私に早くいいお洋服の出会いあれって思っちゃうんだけどね。
そう、本当会ってほしいな。本当に。まあでも今度のが最後のオンラインお話し会になりますからね。なんか着たことある服はちょっと嫌だなって思って、なるべくね着たことない服を頑張ろうと思って、まあ着たことある服はもちろんあるけど、だいたいボトムスだけ着たことあるとか、トップスは着たことあるとか、まあ、どっちも着たことあるけど新しい組み合わせみたいな時もあるし、それは本当それぞれです。ほんともういい服でも、もうこれこの期間でもう新しいいい服に出会える予感はゼロだから、ちょっとどうしようどうしよう、マジで。ちょっと焦ります。はい、まあそれじゃあ今日はここら辺で終わりにさせていただきたいと思います。じゃあランキングを読んでいくね。13位から13位キャパさん、12位ナナタさん、11位プレジョンさん、10位ロミツさん、9位片栗小十郎さん、8位テツさん、7位カラスのカーコさん、6位アーティーさん、5位マモさん、4位夏目さん、3位 TKHKG さん、2位ハヤちゃんさん、1位が玉国さんでした。はい、それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。